皆さんこんにちは。配当優待チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は20万円以下で買える配当金がすごいおすすめの3銘柄ということで、毎年配当金を増やしている連続増配中の銘柄のうち、手軽に買える銘柄を選んでみました。6万円から19万円で買える3銘柄を紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。今回、利回りの計算で使う株価は2021年7月8日、木曜日の終値を使います。 それでは早速、4732の USS、中古車のオークションをする,会する会社、中古車のオークションをする会場を運営している会社です。中古車の買取を専門でやっているラビットというお店も展開しています。事業内容は、オートオークション、中古自動車など買取販売、その他となっています。売上が多いのはオートオークションで全体に81%を占めています。 利益率が高いのも応答オークションで58%です。オークションの関係で出品表のデジタル化を始めたり、車の下回りの画像を高画質で見れるようにしたり、様々な努力をしています。最近の高値は3月29日の2371円です。現在は高値からマイナス27%、マイナス498円の1873円となっています。 安値は6月21日の1812円で安値から見るとプラス 3%61 円上がっている状況です。そして会社予想の PER が17.6倍、PBR が2.7倍、2つを掛け合わせたミックス係数は47.5倍です。割安とは言えません。財務についてはものすごく安心できる状況で自己資本比率81.3%、流動比率303%です。 営業キャッシュフローマージン比率はものすごく優秀で51.3%となっています。親会社株主に帰属する当期純利益を見てもらうと200億台、200億円台となかなか優秀な数字の中に2021年だけ40億円と極端に悪い数字になっています。これは HAA 神戸会場にかかるのれんの減損損失が 億円もあったからですこののれんの減損損失がなければ40億円と188億円で合わせて228億円の例年通りの利益があったはずですこののれんの減損損失というのはざっくり言ってしまうと2017年に子会社とした JA JAA という会社について最初はたくさん稼いでくれると思って子会社にしたのに結局のところあまり稼げないとなってしまってそのたくさん稼いでくれるかもとあまり稼げないの差が188億円という感じですかなりざっくりした説明ですがなので USS の本業が悪いわけではなくて子会社の JAA が期待外れだっただけなのです 今見た通り営業利益は驚異的に高くて営業利益率は48.4%と驚異的な数字です。最終的な利益率は例年と比べるとかなり低い5.4%ですがこれでも悪くない状況と言えるレベルです。そして ROE が 2.3%ROA、e、が1.9%とお金を稼ぐ力は高くないです。ただしこれはさっき言ったドレンの減損損失の影響がかなり大きいです。 のれんの現存損,損失がなかったらお金を稼ぐ力は高いと言えます。配当金については権利確定が3月と9月です。前年の配当金は55.5円で配当成功が344%でした。今回の予想は2.9円プラスの58.4円で利回りが3.1%となっています。1999年に上場して0.5円の配当金でしたが、 2021年には55.5円と100倍以上に増えています。上場から21期、21年あ、21年連続で毎年配当金を増やしています。そして2022年にも増配の予定なので連続の記録を 二十二年に伸ばす予定です。株主優待の権利確定は、三月と九月です。百株十八万七千三百円で、クオカードが千円分もらえます。五百円が年二回で、合計千円です。ちなみに、五百株だと年間四千円分の vja ギフトカード。千株だと、カタログで選ぶことのできる五千円のグルメギフトが年二回となっています。 利回りで考えると100株か1000株の保有がベストです。配当利回りの3.1%と優待利回り0.5%を合わせると少数点以下の関係で総合利回りは3.7%となります。財務がとても安定している点と営業キャッシュフローマージン比率が高く効率的に現金を得ている点はかなり素晴らしいです。今後の増配記録もかなり期待できます。 配当金だけで3%以上の利回りはかなり魅力的ですし、額はそれほど多くないですが、クオカードまでついてくるのはとても嬉しいです。7466の SPK。自動車の補修や車検の部品の卸しの会社です。事業内容は国内、海外、後期、CUSPA となっています。売上が多いのは国内で全体の58%を占めています。 利益率が高いのは CUSPA で7%です。最近の高値は5月28日の1413円です。現在は高値からマイナス6%、マイナス76円の1337円となっています。 安値は1月20日の1245円で安値から見るとプラス 7%92 円上がっている状況です。そして会社予想の PER が9.4倍。 PBR が0.7倍。2つを掛け合わせたミックス係数は6.6倍です。とても割安と言えます。財務についてはとても安心できる状況で自己資本比率67.7%、流動比率318%です。営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて5.6%となっています。営業利益率はあまり良くなくて4.9%です。 最終的な利益率は3.3%で低めな状況となっています。そして ROE が7.3%、ROA、e、が5%とお金を稼ぐ力はバッチリです。配当金については権利確定が3月と9月です。 前年の配当金は37円で配当成功が27%でした。今回の予想は3円プラスの40円で利回りが3%となっています。このグラフには載っていませんが、1998年から毎年配当金を増やしています。SPK は2020年に1株を2株に分割していて、このグラフは分割する前のグラフになります。 なので分割を考慮すると2021年に74円と書いてあるのが半分の37円となります2021年まで23年連続で増配していて2022年に予想通りの40円であれば連続の記録を24年に伸ばすことになりますこちらは配当成功のグラフですが最近は20%台で推移しています利益の20%台ということで 無理して配当金を出しているわけではありません。今後も減配の心配はなさそうです。100株だと13万3700円で買うことができます。株の集体はありません。配当利回りの3%が総合利回りとなります。財務が安定している点はとても魅力的です。ただ、お金を稼ぐ力が低めなのが残念だと思います。今後も順調に配当金が増えていくことを期待して、 今の時点で3%台の総合利回りは納得できる数字だと思います。8593の三菱 HC キャピタル。2021年に三菱 UFJ リースと日立キャピタルが統合してできた三菱 UFJ グループの会社です。リース分野でトップ級です。事業内容はカスタマー、環境エネ、ヘルスケア、不動産、航空、ロジ。 インフラとなっています。売上が多いのはカスタマーで全体の57%を占めています。利益率が高いのは環境エネで21%です。最近の高値は3月22日の699円です。現在は高値からマイナス18%、マイナス109円の590円となっています。 安値は1月5日の485円で、安値から見るとプラス22%、105円上がっている状況です。そして会社予想の PER が5.5倍、PBR が0.7倍、2つを掛け合わせたミックス係数は3.9倍です。とても割安と言えます。財務については自己資本比率13.4%、流動比率200%です。 リースの業界では一般的な数字だと思います営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀で22.3%となっています営業利益率は悪くない7%です最終的な利益率は6.2%でこちらも悪くない状況となっていますそして ROE が 6.9%ROA、e、が0.9%とお金を稼ぐ力は高くないです配当金については権利確定が3月と9月です 前年の配当金は25.5円で配当成功が41%でした。今回の予想は0.5円プラスの26円で利回りが4.4%となっています。 2000年に増配を始めて2022年連続で配当金を増やしています。2022年に予想通り26円であれば23年連続で増配ということになります。100株だと5万9000円で買うことができます。株の集体はありません。配当利回りの4.4%が総合利回りとなります。5万円台で配当利回り4%台はかなり魅力的です。それでは今回は連続増配がすごい銘柄ということで USS SPK 三菱 HC キャピタルを紹介しました。今回の動画は以上です。バイバイ。